よし、じゃあ、吊るすぞ、糸に。リュウチェルさん。はい。だいぶ北西やな。北220、110、西208。ちょっとトヘロスで、海から行ったら割と行きやすいんじゃない？トヘロス使っとったら。北210。だから、だいぶこう行って西にも行かなあかんから、だいぶ北に行こう。おー、王女の愛が今度は、誰や？オリビアの愛になった。オリビアと誰やっけ？サイモンやっけ？あれ？オリビアとサイモンができそうになったっけ？何やったっけ？わかんねえべ。わかんねえべ。ちょっと使ってみよう。うん。あ、まだまだね。北に87。全然移動してへんわ、言うほど。で、西に65。これどこ？どこ？いやでも、どこでもいいんだ。ちょちょちょ、なんで潜ったし。危ないで、そんな。潜ったらさ、どこでも、かしこでも。あ、まだ北で西ね。北西ね。どこ？これって海賊船のとこ？海賊船？海賊のとこ？あ、じゃあ、アメリカの辺？あれ違う？あれ？イシス。迷ったあげく呪文やったわ。リュウチェルさんの、そんなのりの骨。まだ西に33、北にも行かなあかん。あ、え、ここから？これどこ？あ、そこ？ちょっと怖いわ。なんかせめて昼になってくれへん？ちょっと緊張してきた。ちょっとどうしよう。なんか楽しい音楽流していい？でもそれ、流すのはいいけど、ちょっと、ちょっとどうしよう。ちょっと緊張するわ。よし、これでちょっと怖くないわ。ちょ、うるさいかもしれへんけど、ちょっと。あ、なんかだいぶ安らぐ。北に38、西に。あ、でもまだ西に行かなあかんね。北に38。いや、絶対この辺やろ。いいえ、えい。よしよしよし。こっちの辺まだ西ってことは、ここまでだって入り込んだこと多分ないよな。ちょっとうるさいよな。こっち向けとこはせめて。わあ、近づいてきた。北に27、西に11。ん？って、でもこの辺じゃない？これどこ？これどこ？北に19、東に6。こっから北？え、この辺やん。ちょ、回り込んでこなあかん感じ？あ、じゃあ、ドヘロス。ちょっとこっから回り込んでこ、あ、じゃあ、ドヘロスかけろよ。かけようかけよう。ちょっとこの大陸をちょっと回り込んで、行かなあかんのね。オッケー。敵出るー。いえ、えい。また、リューチェルがさ、ペコリンのさ、お尻触っとったんやけどさ、やっぱりわかるもんなんかな。ペコリンと自分は付き合っているっていうこと分かっとんかな。やとしたらすごいよな。でもあれ、どの辺なん？ここからやから、ポルトガのあたり？ポルトガまで飛んでみよう、ちょっと。ルーラ、ポルトガ。え、これ、うどん県からぐるっと回ってきたあたりじゃない？リューチェルさん？あれ？あ、もうちょいや、南に4。で、東に37。え、この辺じゃね？え、ちょ、怖いよ。怖いよ、ちょっともう一個ボリューム上げよう。え、北に1。東に、はぁ、え？怖いよ。南に
東に、これ、これ、これ、島やん。あ、ゼロ、十、二、三、四、怖い怖い、動いてる。どこ行きよん。どこ行きよん。そろそろこれ消えるわ。あ、なるほど。これ骨持っとったから、骨持ってへんかったらあれ出てこへんってこと。どういうこと、どういうこと。いえ、えい。うわ、びっくりした。こんな音楽やったんや。とりあえずこの船長さんらしき人に話しかけとこう。ちょっと一回ここで、この中で骨使ったらどうなる。ここですよと。ほー、なるほど。じゃあちょっと話しよう。どんな話が来ようと、わしの船は沈まで沈んじゃったの。敵。あ、来た、電卓。テンタクルスね。オッケー、ちょっとメラミで焼き尽くしとこう。もうだいぶあの頃より強くなったから、やれるんじゃない。もうあんなやつ酔っちゃうで。階段よ。いえ、いい。あ、やったねー。てってれー。なんか、呪文も覚えへんし、1ピーも上がらへんクソやろう。ちょっと、アベコさんにもちゃんと言っとくでクソやろう。あ、女だもの。お？めっちゃなんかいろいろある。船を漕ぐのは奴隷か罪人の仕事。へえ。あ、漕ぐ方ね。返事がない。え、しかもねなん。え、まだちょっとなんか生温かそうな、そういう感じやけど、これはしかもねやろ。釣れよ。俺たちは奴隷よ。あ、なんかありそう。いえ、基本的に敵が弱いので、嬉しいところ。でもさ、ファミコン版って別になんもないやろ。ないね。あらへん。ほい。ギーコギーコ、ジーコジーコ。これ話しかけて大丈夫ね。あ、嵐が来るぞ。嵐の夜に。タイタニック。嵐で沈んだ感じね。ちょっと敵が鬱陶しいわ。いいえ、えい。はい。で、喉のあったわ。ああ、しかもねなのでしょうか。生きてる人がいる。エリック、あ、エリックか。エリックか。あれ、サイモンはまた別人ね。オリビア、もう船が沈んでしまう。君にはもう永遠に会えなくなるんだよ。せめて君だけは幸せに生きておくれ。え、で？おら人、無実の罪だったらしいよ。かわいそうにな。エリック。エリックを殺した。え、どういうこと？これはただの屍のようだ。死にたくねえよー。せやな。でももう多分沈んだ後なんじゃない？いいえ、えい。え？で、オリビア。あれ？あ、こっから来たんか。え、なんかおったぞ。まあ、後でいいや。ちょ、ムシムシ。いいえ、えい。よし。オリビアとの、その、思い出の品で、なんか、ああ、普通に行こうか。あ、ちょっとムシムシ。思い出の品で、なんか、あれやろ？あ、この牢獄の祠んとこか？あれじゃない。ああ、出た。いえ、えい。で、その牢獄の、何だっけ？祠は、何？何？ほい。
今お金どんぐらい貯まってる？1700円。ふんふんふん。呪文じゃねえよ。呪文でドアが開くとしたら、それはどんな呪文かな？開けー。ごまの呪文。ちゃう、向いてる方向こっちやわ。ほい。あ、え？いいえ、えい。こういうのって調べてなんか出てくるん？前みたいになんか弥生ちゃんのおったとか。ごめんな、なんか全然言ってへんからさ、もうなんかすでになんか生贄になんかされててもおかしくないぐらいちょっとジパングの国放置してるけど、まあいいんじゃん。あ、いやいやいや、乗れた乗れた乗れた。あ、え、これ宝箱なん？なんかグラ違うくない？ってことはインパスしとかなあかんってこと？青。おお、金。ごめんな、なんか取ってくな。今カーソルがすごい変な動き方してびっくりした。多分ね、あ、遅延があるせいでなんかよく失敗すると思うやわ。満月草、なんとっていうか、なんかもっとすごいなんかあれかと思ったら、言うほどなんとじゃなかった。うん、赤、お前は開けない。でももう勝てそうな気はするんやけど、一回勝ったし。青、オッケー。128。お金の方向やった。そういうなんか必須アイテムではなかった。いいえ、えい。あの緑ばっか出てくる。いやいや、海の敵はちょっと舐めたらあかん。海の敵を侮るようじゃ、ちょっとドラクエのプロとしてはちょっとまだまだやと思うから、海の敵にも全力で死んだらで頑張っていかないといけないってみんな知ってた。覚えとかなあかんで、ここテストに出ます。海の敵強い。お、絶対これやろ。あの子すごいあからさまに置いてあるもんだって。ちょ、なんかカーソルが変な移動の仕方をするんだが。インパー。よし、青、オッケーオッケー。何やと思う？多分、あれ、骨は、あれ、あの、使った感じ、大切なものじゃなかったから、これがオリビアとエリックの、その、思い出の品やと思うやん。なんやろ、こう、二人でデートした時に、二人で一緒に、初めて買ったそういうやつ。うふふ、私あのクリスマスツリーが欲しいわ。いいよ、買ってあげるよ。ということで、ここにはクリスマスツリーが入っています。愛の思い出。うわ、そういうなんか物理的なものじゃなかった。今誰が持ってる愛の思い出？あれ、リューチェル？リューチェルが持っちゃってる。これをペコリンに渡すわけやな。結婚しようぜっていう。二人の愛の思い出が辺りを包む。あそこじゃなくて、ここで使うなと。へい。あの、じゃあなんかちょっと、あの、ケケケケみたいなやつ、こいつに話しとこよ。ケケケケケ。お前は何してるん？揺れてにゃしかばねがふさわしかろ。ああ、ミニデーモン。まあ大丈夫やろう。このケケケケタイプのやつは基本なんか弱い。メラミン33、85。全然弱かった。想像以上に弱かったわ。なんやねん。あ、普通の人。なに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 。おや、あなたは亡霊でもなさそうで。財宝、まあ確かにな、確かに目当てを。じゃああんたも財宝。薄くて言うでね。にしてもさ、こういうさ、なんか財宝探してる人ってようおるやん。探索下手くそすぎね。これ、こっからでも乗れるん？あ、乗れた。乗れた。乗れたけど、もう用事ない。よし。え、じゃあ、あとは、これで、
あれ、どっから行けばよかったっけ。ジパング？またジパング？で、ジパングから、あ、この、なんかちょっと、あの、やばい音楽のところに行くことにしよう。先回復しよう。回復も済んだんで、あの、やばい音楽のところらへんまでちょっと行ってきます。しゃい。もう知っとるから怖くないで。知っとるから怖ないで。ここでこう、押し返されるわけなんやけど。ここ、あ、ちょ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 。ここで使えばいい？愛の思い出。エリックとオリビア、二人の愛の思い出が、辺りを包む。パーっていう、こういう感じ。なんでやねん。え？あ、ちょ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 、邪魔。もう邪魔だわ。いうことで、この辺？シビアすぎへん。もうちょっと近く？え？ん？なんでよ。なんでや。違う。え、もうちょっとなんかこう、ハートマーク飛びまくってとかそういうのじゃない。そのファミコンで飛び交うかどうかは別としてよ。ファミコンの映像で。なんでや。なんでや。ちょっと待って。戻りよる最中にさ、ほらちょっと待って、早押し大会。これ、押せるんやけど。さすがポケモンで捕まえるときに連打するだけある。え、これ戻ってる最中に使う感じ。わあ、びっくりした。びっくりしたそんな激しい音楽鳴らさんといてよ。ちょっともうちょっとさ、驚いたときになんかもうテクタンたら可愛いなっていう驚き方ができるようにならな。ああ、エリック、私の愛しき人、あなたをずっと待っていたわ。オリビア、僕のオリビア、もう君を離さない。イケボエリックー、ああみたいな感じ。オリビアのノリが解けた。え、あ、お邪魔しまーす。これこっちからでもこれ取ったんちゃう。あ、別、あ、これへんわ。これへんわ。ちょっと邪魔しないでくださる？ああ。普通に囲われとんか。上手にこっそり船持ってきたら、なんか大丈夫な気するよね。もう行くんやめよう。ちょ、入ろうよ。何だっけ、牢獄の祠？サイモンが捕まってる。ここは寂しい。祠の牢獄。あ、祠の牢獄ね。逆やったわ。牢獄の祠じゃなくて、祠の牢獄ね。はぁ、屍のようだ、ようだのようだ。大丈夫？大丈夫じゃない。こっちは？なんもなかった。え、でもこういうとこになんか、なんかない？はい。ペポペポー、帰ってこない。お、ようだのようだ。ティーティーティーンティーレティーンティーティーティーン、ようだのようだ。ティーンティーンティーンティーレリーンティーレリーン。え、もしかして一番最後に当たり引いた感じ？あー、ぽいぽいぽい。ぽいわー。おいわー。え、愛の思い出どうなってる？ない。あ、もう返しちゃったのね、思い出を。私はガーファンクルの魂。私の屍のそばを。どこやねん。
あんたの屍どれやねん。これどれか言うてよ、せめて。この辺とか、あの辺とか、その辺って。なんもないんすけど。これ自体調べればいい？ええー。なんもないやんか。もう嘘つき。もう、騙されてるんちゃうん。ボッタもしかして、キキキキキ。どうだいテケルスが仕事楽しかったかい、へへへへみたいな。ファーヒット。そういうの良くないと思うんですけど。小西ですけど。元ネタ知らん。小西ですけどの元ネタ知らん。昔高校のクラスメートで、小西くんっていう子がいて、その子のことを好きな女の子がいて、なんか、小西ですけど、ですけどっていう変なあだ名をつけてた。おおおおおお、こっちかい、ガイアの剣。これをあのさ、あの一マスのあのバグのところに掘り込んだらいい？はい、装備できない。誰が装備できる？ちょっとさ、その、掘り込んだらもったいないから、ちょっと、テクネって装備できる？あ、持てない。盗品。ぬいぐるみってなんなん？ふわっふわだよー。羽が生えてるんだよー。ふわっふわだよー。よし、アベコさん持てるね。ふわふわの羽が生えてるぬいぐるみを。で、ガイアの剣。ちょっと待って、ドラゴンキラー買ったばっかりやのにさ。161。いいです。いりません。じゃあ、ペコリンとか、僧侶さん何僧侶って言ったし、アベコさん。とかは、どう？もう、なんでそんなもの増えた？なんか、僧侶さんは、違う、賢者さんは、使えそうじゃない。今日道具なんかいろいろ預けた方がいいよね。モラーの鏡とか多分いらんやろ。まあ、いるんやったら取りに行けばいいだけの話ないけど、80。装備できひん。もうテクネしか装備できひんやん。じゃあもうとっとと放り込んでいいかな。でもこれ、そろそろジパングの方行ってもいいんちゃうんかな。さすがに。割とレベルも上がったし、そろそろゴマタノールチ倒す？あと何残しとったっけなぁ。とりあえず剣だけ掘り込みに行ってもいいかもしれへんし、オーブの数が圧倒的に足りひんよね。今3つしか探してへんやろ。で、ジパングで1つ。あと2つどこやねんっていうね。だってそのさ、ガイアの剣掘り込んだらさ、もう、バラムス乗るとこ行けるんじゃない？まだそれはちょっと早い？それか、その、掘り込んだ先にオーブのあるとこ行けるとか、まあ、よくわからんけど、まあ、なんか、とりあえず掘り込みに行くわ。もうどうせ装備しそうにないから。はい、ということで、だいぶやって今4時1分やわ、早寝よ。はい、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。バイチョロリン。ネクストテクターズヒント。商売。ほーら、買っといで。この大根、なんと、今日だけ5本で1万5000円。